プロサッカー選手としてジュビロでの生活を順調に歩み始めた小林。だがやらなくてはいけないことはまだまだ多い。練習後、メディカルルームにはアドバイスを求める小林の姿があった。プロの世界で結果を出していくためには学ぶべきことは多い。その一つが体の管理だ。あらゆる面で大学時代とは次元の違うスピード、フィジカルコンタクト、その全てに対応してこそプロ選手としてピッチに立つことができる。試合を重ねていく中でそこに見えてくるものもある。入団2ヶ月、小林はプロサッカー選手として自分との対話を続けている。日々練習後に体幹を鍛えたりとか、朝早く来て、柔軟性を出すために、ストレッチをしたり、張りを感じるところに対してケアをしたりっていうところで、もっともっとこれから自分の体に対する意識が変わっていけばよりいいかなと思います。体なんか重い日が少なくなったっていうか、そこは食事の面かなり関係あると思うんですけど、やっぱりしっかり食べることによって。同世代の選手から見た小林勇輝とは。小林君は無趣味で不愛想ですけど、サッカーに対して真面目な好青年です。彼を応援してください。ちょっと本人を前にしてあれですけど、はい、どんな しっかり喋れよ、しっかり喋れよ、しっかり喋れよ、頼むぞ。いや、見た感じジジイっすね。おい、誰がジジイや。あ、布重くて。あ、そうなしか。あ、そうなし。漫画実冊まで重いですね。好きな漫画は？やっぱ、はじめの一歩っしょ。僕さえないか。小林勇輝22歳。プロサッカー選手として、さらなる高みを目指す歩みは順調に踏み出されている。小林くんは無趣味で不愛想でロードトゥチャンピオン。ロードトゥチャンピオン。ロードトゥチャンピオン。楽しいことばっかりじゃないですし、サッカーは、辛いこと多いですけど、初めの一歩っしょ。ジュビロ TV。